毎回さまざまなお題を縦横無尽に語る脈斎ラジオ。第135回目の今回はお題、埼玉愛犬家連続殺人事件。映画ハウンター、朗読アドバイスをする人形、以上3本でお届け。ボディを透明にする。独特の犯罪哲学を持った男が起こした事件について語ります。皆さんこんばんは、脈斎です。脈斎のラジオ第135回目です。今回は以前リクエストを、いただいていた埼玉県愛犬家連続殺人事件という事件についてやろうと思います。前にですね、この事件を取り上げた動画を一回作ったんですけど、まあ、ちょっとそれやりきる前にですね止まっちゃってたんで、それは消して、まあ改めて今回ラジオでね、お題としてやろうということで、今回これを選択しました。結構ね、この手の事件に興味があるというか、いう人の間ではっていうか、まあそういうの興味ある人であれば知ってると思うんですけど、この事件ね、発覚したのがね、事件がまあ一応立件されてるのが4件で、殺人事件で、その4件のうち一番最初に起こったのは1993年なんですけど、発覚したのが1995年なんですね。で、捕まったのが95年の1月5日。で、1995年というと、そのすぐ2週間後ぐらいにですね、阪神・淡路大震災が起こって、なので、まあ、もう、ね、こんなって言っちゃあれですけど、その一つのね、事件どころの話ではなくなってしまったわけですよね。大惨事が起こったんで。というのもあって、事件の内容の割にはあんまり一般には知られてないのかなというものです。ただ結構これは、やばいというかですね、主犯の男が結構な異常さを持っているので、まあ、こういう人間もいるんだなということでですね、知っておくと、まあいいかなと思います。はい。で、まあ、いつも通りお題の前に小話なんですけども、新型のコロナウイルスがですね、いよいよなんか、拡大しだして、で、チャイナ側もですね、なんか、今私が見てる、記事の段階で、死者9人、感染者440人と、いう発表をしていて、さらにウイルスが変異する可能性があって、さらに拡散するリスクがあるというようなことを言っている。で、これはね、ちょっと、で、まさに今このラジオを公開している、日、24日からか、旧正月というやつで、日本にもですね、まあ、チャイナから人がたくさん来る可能性があると。そういう中でのこれなんで、日本側のその国としての対応がね、重要なんですけれども、どうも、なんか、真剣味がないっていうか、本気でちゃんと対応する気があるように見えないんですよね。だから、ちょっと、これで、2月ぐらいから、一気に感染者がもしね、日本国内で広がってしまったら、本当にこれ国の責任を問われるような話だと思うんですけど。なんかね、何なんでしょうね。これも平和ボケなのか何だかよくわかんないんですけど。正直立憲民主党と国民民主党が別にくっつくとか、くっつかないとか、もうどうでもいいじゃないですか。そんなことよりも、こっちの方が重要なんで、もっとちゃんとやってほしいんですけどね。なんか嫌ですね、これ。
日本に広まらないことを祈りますけど、まあ祈ったところでっていうのがあるんで、ちゃんと具体的なね、対策をしてほしいですね、ほんとね。なんで皆さんも、まあ、気をつけようがない部分もあると思うんですけど、でも、気をつけてください。マスクをしてもね、マスクって、風邪ひいてる人が、その自分が持ってる菌を周りに広めないためにする分には効果があるけれども、防ぐためにしててもあんまり意味がないという話も聞いたことがあるので、マスクをするだけでちょっとあんまり、その、防ぐあれにはならないかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとなんかやばそうな咳してる人とかがいたら、気をつけた方がいいかもしれないですね。あんまり過剰な反応になってしまうと、それはそれでちょっとね、なんか別の問題が出りそうな気がしますけど、まあ、できる限り気をつけていただければと思います。はい。じゃあ、お題の方に入りましょう。埼玉愛犬家連続殺人事件ですね。で、まあ、愛犬家というふうなですね、ものが事件についている通り、ペットショップ。犬を扱っていたペットショップの、まあ、経営者が起こした事件と。その経営者と、元妻。あとは、一応その会社の役員とされていた3人が起こした事件ですね。ただ本当に、まあ、まずいのは、やっぱり主犯のこの経営者のね、男で。この男がですね、その、殺人に対してっていうか、遺体の処理方法とか、そういうものに対して、なんか独自の考え方っていうか哲学というかね、まあそんな立派なもんじゃないんですけれども、っていうものを持っていて、で、実際にそれを実行したがゆえになかなか警察もですね、その、捕まえることができなかったというのがあって。役員の男については、まあ一応捕まったんですけども、釈放されてるんですよね。で、後にこの事件についての本を出版したりとかしていて、まあその人については確かにこう追い詰められてというか脅されてまあ手伝わされたみたいなね、のが強いとは思います。確かに。ただ奥さんの方はちょっとどうだろうなっていう気がします。まあ一部なんか冤罪だみたいな声もあるみたいですけど、さすがにちょっと冤罪はないんじゃないかなと思いますよ。全部この、主犯のね、男が一人でやったっていうのはちょっとさすがに無理があると思うので、はい。で、事件はですね、先ほど言った通り、発覚したのは1995年なんですけれども、一番最初の事件は1993年、平成5年ですね、の4月20日に起こっています。で、最初の犠牲者は、まあ、あるですね、会社の役員で、犬を飼うために、この主犯の男は経営していた、まあ、ペットショップに訪れたと。アフリカケンネルというね。で、そこに、ま、通うようになって、主犯の男とこう、親交が深まっていった。それで、自分の兄弟の会社がですね、どうもちょっと経営状態があまり良くないということで、新しいビジネスを始めようとしたところで、この主犯の男が、こういうのがあるよ、ということで、その犬の繁殖をさせるビジネス。そういうのをやったらどうだ、ということで言われて、じゃあやってみよう、ということで、まあ最初の投資として、オスとメスを1100万円で購入したと。で、まずは先にメス犬の方をですね、まあ、引き取った。ところが、後にですね、この会社役員の男が、自分の
知人から聞いた話だと、その値段はおかしいと。せいぜい数十万だっていうことを聞いた。で、それに加えて、その引き取ってきたメス犬。この犬がですね、結構高齢で、その繁殖ビジネスをするっていうにはですね、ちょっと年齢が行き過ぎてて適してないということが分かって、なんだ俺騙されたんじゃないかと。詐欺じゃないかということで、どうなってるんだと言って、まずその、これから受け取る予定だったオス犬の方をキャンセル。加えて、支払った代金をもう、お前騙してたんだから、返せと。いうことになって、まあトラブルになったわけですね。ただこの時ですね、このアフリカケンネルはですね、結構その、経営状態が良くなかった。っていうのも、まあ今の話を聞いてもわかる通り、まともな商売なんかやる気ないんですよね。詐欺みたいなことをやってて、で、やり方が結局、詐欺を働いて金を取る。で、クレーム来たら、これね、市販の音がすごい口が達者。子供の頃からすごい口が達者で、ほら吹きなんとかとか子供の頃に言われてたぐらいで、まあそういう男だったらしいんですよね。まあ別の言い方をすれば口がうまい。確かにその多分喋るのとか相手を丸め込むのは多分うまいんです。だけども、まあ当然それで丸め込めない相手もいる。で、丸め込めた場合はそれで終わるんですけど、丸め込めなかった場合は殺してしまえっていう、そういうやり方をどうやらしていたらしいと。で、この第一の事件もトラブルになって、金は返せない。で、ちょっとこう丸め込むの難しいということで、じゃあどうするかと言った時に、もう殺害してしまおうと。そういうふうに決めた。で、1993年の4月20日に、金返すって言って、その会社役員のとこ呼び出して、車に乗って移動している最中に、飲み物にですね、まあ毒物を混ぜた。それが、硝酸ストリキーネ、ストリキニーネっていうやつで、それを混ぜて、飲ませて、毒殺する。で、殺害の仕方はもう、ほぼこれなんですよね。毒殺して、あとは遺体を、特殊な方法で処理すると。だからね、いわゆる連続殺人犯とかで、まあ、海外の連続殺人犯とかで、ありがちな、その殺人そのものとか、そういうことに対して快楽が結びついてるっていうことではない。だこの事件、動機としてはもう、その、基本的には金。で、自分のその金というか自分のビジネス上邪魔になったのは殺すっていう、まあそのあっさりそういう結論に達するところが異常なんですけど、動機としてはまあそこなんですよ。その快楽と結びついてるとかじゃないっていうことです。それで、こんな会社役員の男をまあ殺した後に、共犯とされてしまうですね、このアフリカケンネルの役員の男に遺体処理を手伝わせて、それで、まあ、共犯扱いにして、その、警察にね、言えないようにしてしまった。っていう、やり方ですね。で、まあ、それだけだと、ね、別に、自分だけが、脅されて自分だけに被害が及ぶ危険性があるんだったら、警察に行ってしまえばまだいいと思いますけど、直接そう言ったわけではないですけど、お前子供いるよな、みたいなことを言って、まあ、裏を返せば分かってるよな。お前もし妙なことしたら、子供どうなるか分かるな、みたいな、そういう脅し方ですよね。非常に悪質だと思いますけど、まあそういうことを言って脅して、遺体処理を手伝わせていたと。で、この、遺体を主犯の男が考える遺体処理の仕方
に乗っ取ってやって、まあ証拠を結構綺麗にね、まあ、完全には消えなかったんですけども、まあほとんど消してしまったと。で、次が第二の事件ですね。これは、相手がですね、暴力団の男で、この主犯の男とですね、交際があって、どういう関係性だったかというと、まあ、先ほど言った通り、このアフリカケンネルというですね、ペットショップが、詐欺みたいなことばっかりやってるんで、顧客とのトラブルが結構発生するわけですよね。で、その時に、仲裁役みたいな形で、いたのがこの暴力団の男。まあ、いわゆるケツ持ちみたいな、そんな感じですかね。で、ただですね、先ほど第一の事件で話したある会社役員の男がですね、失踪した後に、その家族がどうなってるんだっていうことで、なんか行方不明になっちゃってるんだけど、なんか知らないかみたいなことで来るわけですよ。で、そこで話をしてるときに、その場にですね、その暴力団の男も一緒にいた。で、その暴力団の男は、いろいろそのまあ、話を聞いているうちに、あ、これは、この主犯の男は殺したんだなっていうことを察するわけですね。それで、お前黙っててやるから、金よこせよ。っていう話になるわけですよ。でも、それに従って金を渡していたらずっと弱みを握られている状態になるし、まあ自分の全財産を取られてしまうと。これはまずいということで、どうするか。こいつも殺してしまえ。っていう結論になるわけですね。で、さらには、その暴力団の男と、その暴力団の男が移動するときに、車に乗ってると。で、その車を運転している男、運転手の男がいて、この男も生かしておくわけにはいかないということで、その二人を殺害することを決める。で、同じように、まあなんか、連れ出して、毒物を飲ませて、殺害したと。で、これが第二の事件。まあ、一気に二人ですね。で、三つ目の事件が、これ主婦なんですけれども、被害者がね。その主婦の次男がアフリカケンネルで働くようになった。で、それがきっかけで、この主婦はですね、まあ経営者だった主犯の男と知り合って、親密な関係になった。でもこの頃、アフリカケンネルはですね、経営難に陥っていたわけですね。で、これはちょっと金をどっかから持ってこないといけないと。ということで、その主婦にですね、株主になって、まあ、金を出してほしいと、いうようなことを言って、金を出させて、ただ、出させたはいいけど、まあ、いずれ、自分のその、やっていること、まあ、騙したっていうことが、バレてしまう。で、過去に販売して犬の代金とかね、そういうものを全部返還してくれというふうに言われる可能性があると。だから、取るもん取ったら殺害してしまおうという、まあ、結論になるわけですよ、また。それで、実際に金を出させた後に、また同じように毒殺をして、遺体を処分したと。いうことですね。で、なんで、これだけいろいろ繰り返していたのに、逮捕が遅れたかというと、独特のまあその哲学が、あるというふうに言いましたけど、ボディを透明にするっていう言い方をするんですけど、要は遺体そのものを完全にそのまあ綺麗さっぱりなくしてしまって、要は証拠をなくしてしまうっていうことですね。遺体っていうのは殺人事件においてはね、もうこれ以上ない証拠になるわけで。で、それをきれいさっぱり、もう、ちょっとえぐい話ですけど、バラバラにして、骨とかも全部砕いて、さらに粉々にして、そこまでやって、燃やせるものはドラム缶に入れて燃やす。で、砕いた骨は川に流すと。そこまでやって、証拠を消してしまう。で、証拠がないから、
失踪したっていう、まあ、扱いになるわけですね。で、殺害しただろう、殺しただろうって言っても、でも、遺体ないじゃん。っていう、まあ、そういう言い逃れができるように。で、その、やり方のことを、ボディを透明にするっていうようなことを、そのいう言い方で表現していたということですね。だから、先ほど言った、3つの事件、すべて、殺害した後、殺害の仕方は毒殺なんですけれども、毒殺したその遺体をバラバラにする、燃やす、粉々に砕いて川に流すという形で処理していた。だから、まあ、発覚が遅れたんですね。で、まあ発覚のきっかけとなったのが、共犯にさせられていたこのアフリカ系ネイルのね、手伝わされていた男が自白したからなんですけど、自白しただけじゃ証拠がないんで捕まえられないんですよね。だけど幸いですね、まあ被害者のその持っていたね、持ち物が見つかったりとか一部ね、そういうのがあって、なんとか立証することができたと。まあ、運が良かったっていうか、なんというか、まあ、それぐらい困難だったわけですよね、結局、捕まえるのが。で、この遺体のね、処理をね、手伝わされてたっていうのがね、で、バラバラに、いくら脅されたからって言っても、その遺体バラバラにするとか、骨砕くとかね、ちょっとそれは人間ですから、あの魚さばいてるわけではないので、難しいですよね。ちょっとまともな精神状態では多分無理じゃないですかね、と思いますけど。まあそういうことで、事件は発覚して捕まったと。で、当然、判決は死刑になったんですけど、死刑になったのは主犯の男と、あと、その妻。元妻か。まあ、一応離婚してるので、途中で。元妻の二人が死刑判決になって、共犯とされていた、その、男はですね、懲役何年ということでもう出所して、で、その後、この事件についての本を書いたりとかしている。で、事件としてはそういう形です。で、ただ、遺体処理の仕方がそういう感じなので、発覚してるのはこの、まあ、4人の殺害なんですけど、実はもっと前から、この主犯の男の周りでですね、行方不明になっているっていう、まあ、失踪事件があったらしくて、おそらくは、同じような形で処理をしていて、見つけることができないから、これしかないっていうことになっているだけで、実際にはもっと殺してるんじゃないかという可能性が高い。だからこそ第一の事件とされている1993年の、ね、事件の時に、これはもうダメだから、邪魔だから殺そうっていう、まあ、あっさりそういうですね、発想に至る、慣れてたのもあると思うんですね。まあこの主犯の男は間違いなくサイコパスだと思いますけど、それだけではなくて初めてのことじゃなかった。だからそういう発想にすぐ至った。で、その遺体処理を手伝わされていたですね、男の証言によると、最初の殺人の時からなんか手慣れていたと。遺体のその処理の仕方がね、そういう風に見えた。で、本当にその通りだとすると、やっぱり、初めてじゃなくて、それ以前に、死体処理をしていたんじゃないかと。ただまあ、それはね、推測でしかないので、実際にその、遺体とかね、以前に殺人事件を起こしているっていう証拠が出ていないので、言い切ることはできないんですけれども、まあ、そういう可能性が高いかな、というところですね。で、まあ、諸々踏まえてですね、この主犯の男の、
特徴を考えてみると、まず先ほど言った通りサイコパスですよね。人の痛みとかそういうものは感じない、思いやりとかもないっていう男で、詐欺師でサイコパスなので、良心っていうものはないです。だから反省するとか、そういうのを求めてはいけない人間ですね。そんなものはないので。でただね、サイコパスにも大きく分けると2種類あってですね、先行的な攻撃性を持っているタイプと反応的な攻撃性を持っているタイプっていうのがいて、でこの主犯の男については先行的な攻撃性を持っている方だと思います。先行的な攻撃性を持っているってどういうことかっていうと、犯行そのものが計画的で冷静で、それが物質的なもの、心理的なもの問わずですね、報酬に動機づけられて欲しいものを手に入れるためには手段を選ばずにことに及ぶと、注意深くね。で必要に応じてもう何のためらいもなく人を殺すと、そういうタイプです。このタイプだと、イギリスのですね、死のドクターとかいうふうに言われているハロルド・シップマンっていう男とか、あとはユナ・ボーマーと言われているセオドア・カジンスキーとか、あとは皆さんもよくご存知だと思いますけれども、テッド・バンディとかね、ああいうタイプ。で、反応的攻撃性の方はですね、逆上しやすくて、挑発とかされるともうすぐ爆発してしまうっていうタイプです。自分の思い通りにならないと切れるみたいな。ただ、計画性ないんですよ。そういうタイプだから。で、その、暴力を振るうとか、殺人をっていうところに対して、特に何も感じないっていうところは、同じなんですけど、だけども、あんま考えないで、もう反応的にやってしまうので、だから、あっさりと、事件がね、バレてしまうと。だその反応的タイプだったらこういうボディを透明にするとかそういう発想には至らない。ただ、ためらわずに人を殺害するっていうところは同じですね。でこの主犯の男は、さっきもちょっと言った通り子供の頃からですね、結構その嘘が多くて虚言癖があったと。でも喋り方が結構うまい、だから引き込まれてしまう。でそれでなんかなんやかんやで丸め込まれてしまうっていうことが結構あったようです。でおそらく頭は良かったと思うので、ブリーダーとしても結構ですね、有能で、テレビとかの取材を受けたりとかねいうこともあった。ただその内側ではそういう恐ろしいね、ことを考えていて実行もしていたっていうことですね。あとはなんか殺しのオリンピックがあれば俺は金メダル間違いなしだとかね、なんかわけのわからないことを言ってみたりとか、そういうことを言っていた男です。なのですごく異常性が表に出てきてる感じですけれども、一方でですね、遺体処理を手伝わされていた男の証言によると、小心者だったんじゃないかっていうところもあって、だからその、ほら、強がっていろいろ言うとかあるじゃないですか、なんか、ビッグマウスでね。そういうところがあったんじゃないかと。で、恐怖心を感じていて、慎重に振る舞ってはいるから頭いいんですけど、でかいことを言って、俺はすごい大丈夫だ。っていうような、それをこうなんか自分と周囲に言い聞かせるために、いろいろね、
大きなことを言っていたんじゃないかと。まあ、裏を返せば自信がなかったんじゃないかっていうね、言い方もできますね。で、殺人に関してはもう障害物を取り除くような感覚で人を殺している。で、両親はない。で、あとですね、第三の事件。主婦を殺害した時ですね。遺体を処理している最中に、どうもですね、その遺体をこう、視姦したらしいんですよね。で、それはね、別にね、おそらくその、性的なものと結びついていてそういうことをしたわけじゃないと思うんですよね。もしそれが結びついてるんだったら、もっとそっちに特化した殺人事件を起こしていくと思うんですよ。そこと快楽が結びついてるんだったら。でもそうじゃないので、もう単純に、ちょっともう、いかれてるというか、いうところで、まあノリでやったみたいな感じなんじゃないかなと思います。まあノリでそんなことするかっていうのはありますけど、でも、まあこの数々の異常性を見ているとおそらくは、そんな感じじゃないかなと。あとは死体処理について、まあ楽しいとか面白いとか言っていたっていう話もあるんですけど、これはどこまでそう思ってたのかなっていう気もしますね。なんか勝負に勝ったみたいな感覚だったのかなという気もしますし、私の分析では、殺人そのものが目的でやっていたわけではないと思うので、それ自体を楽しいとか面白いっていう、ふうに考えることは本音のところではなかったんじゃないかなと思います。でもまあ、そういうふうに振る舞っていたっていうね、先ほど言った通り自信の裏返しみたいな形で、っていうのはあるかなと思います。で、もう一人の、まあ、主犯とされている、元妻の方ですね。この女性は、結構気が強くて。で、家がなんか資産家だったらしいんですけども。で、犬が好きだった。で、結構ブリーダーとしてもですね、有能だったらしくて。あと、お金の管理が結構しっかりしていたらしくて。だからまあ、経理を担当していたと。で、その辺の能力をまあ、買って、あとまあ、家が資産家だったというあたりもあって、主犯の男がですね、近づいたと。いうような話もある。で、この女性の方も死刑判決にはなってるんですけど、まあ、彼女が主導したっていうことではないんでしょうね。ただ、手伝うことに躊躇はしていなかったっていうか、その、主犯の男がやることに対してね、心の中でどう思っていたかどうかともかく。だからまあ、主犯の男のような異常性はないにしても、やっぱちょっと普通じゃないなという気がしますね。ただまあ子供を大事にしていたっていう面もあったらしくて、捕まった後にですね、捜査員にいろいろこう言われて、で、その話の中でですね、犬のこととか子供のこととかね、そういうところに話が及ぶと、まあ、涙を流していたという話があって、もしその涙が本当にそのなんか、ああもう自分がこんなことになって、残された犬たちがとか、子供たちがっていうことで泣いていたのであれば、サイコパスではないでしょうね。他人への共感が及んでいるので。ただもしかしたら、その自分のその一定のコミュニティに対してだけは、そういう感情が及ぶ、まあ、ソシオパスみたいな可能性はもしかしたらあるかもしれません。で、この事件のきっかけになった、まあ、自首をね、した、共犯の男に関しては、まあ、一般人じゃないですかね、おそらくは。で、いろいろ、まあ、脅されたりとかなんだとかして、手伝ってしまったと。
まあそういう感じなので、この共犯になった男が異常性があるかっていうと、おそらくそんなことはないんじゃないかなと思います。でね、サイコパスって、バカじゃないので、てかむしろ頭が良かったりするので、殺人そのものに対してとか、まあ他の犯罪もそうなんですけど、それが道徳的に良くないとか、悪いことをしているっていう、悪いことなんだっていう認識はあるんですよ。そういうことは理解してはいる。ただ、私たち普通の、まあ一般人であれば、それが分かっていると同時に、本当に例えばね、なんかそういう犯罪を犯そうとしたら、躊躇する良心があったりするじゃないですか。だからその道徳的に良くないとかっていうことを感じることができる。でもサイコパスは頭ではそれを理解していてもそれを感じないんですよね。だから良心がないんですよ。なので共感できない。だから悪いことだって分かっててもまあそうだけど隠しちゃえばいいじゃんとかバレなきゃいいじゃんみたいな発想になりやすい。だからこういう確かに殺人そのものはまずいけども遺体をな綺麗さっぱりなくしてしまえばいいと、だボディを透明にしてしまえばいいみたいな発想になるですね。だからそこに対して、被害者に対して申し訳ないと思わないのかとか言ってもそれはね残念ながら無駄です。何も感じていないと思います。頭では理解していてもそこに対して、申し訳なかったとか後悔しているとかって言って涙を流すとかはもうない。でもしサイコパスが涙を流しているんだとしたらそれは自分が有利になるための演技だったりとかそういうのでそういうね姿を見せることがあるかもしれないですけども、本当の意味でその相手の痛みとかに共感したりとかして涙を流すってことはまずないということですね。だからそういうもうタイプ、別にサイコパスだから殺人を犯すわけではないんですけれども、サイコパスで殺人まで犯してしまうこの手のタイプはもう死刑にするしかないです。で、もし死刑にしないのであればもう絶対に出しちゃダメ、外に。で、普通にカウンセリングとかしても多分もうそれだけじゃダメで、なんかもっとね、その、脳をスキャンして、カウンセリング的なそういう手法だけじゃない、もっとなんか医学的なというか、何かしらの対処をしないことには、もし治療するというのであれば、そこまでしないと多分ダメだと思います。人間的なそのものを引き出そうとしても、そんなもん持ち合わせてないので。はい。なので、まあこれですね、最初に言った通り、その阪神・淡路大震災の関係で、これだけの事件にもかかわらず、あんまり一般には、知られていないと思うんですけれども、まあ中身を見ていくと、あんまりその、日本ではいないぐらい、まあやばい事件ですよね。これは。かなり上位に入ってくるような、まあ日本の犯罪史の中で残虐なものって言った時に結構上位に入ってくるような事件だと思います。で、この主犯の男は死刑判決を受けて、まあ、死刑になる前に病死して、もうこの世を去っています。で、もう一人の主犯の女の方はまだ死刑執行されてないのかな。だからまだ、刑務所だと思いますね。はい、というですね、事件ですね。まあ、これね、犬のね、そのブリーダーだっていう風に言いましたけど、お客に犬をこう、まあ、
買わせるじゃないですか。まあ、購入しますよね。で、購入したら、その何日か後にそこに行って、なんか毒入りの肉とかを食べさせて、犬を殺害すると。でも、殺害したってわかんないから、もう一回そこに行って、また買わせるとか、そういうなんか、本当に悪質なことをもしていたりしたらしく、もう犬もかわいそうですよね。人だけじゃなくて。もう動物に対してそういうなんか、態度っていうのはね、まあもう、ね、今言った通り、思いやる気持ちとかないので、動物に対してね、そういうふうな、まあ、動物に対する愛情とかも当然ないわけで、まあそれぐらいのことをするだろうな、金儲けするためだなっていう気はしますけど、まあそれにしてもね、腹立たしいですよね、本当ね。はい。ということで、今回のお題は、埼玉愛犬家殺人連続、ちょっと埼玉愛犬家連続殺人事件についてでした。はい、では今週の映画です。今週は、ハウンターという映画ですね。2013年に、公開されたカナダの映画で、ジャンルはホラーですね。でも、まあ、そんなにね、怖いっていう感じはあんまりなくて、こう、徐々に全体像がね、見えてくるっていうようなところはミステリーみたいな感じもあるかなと思いますね。なので、まあ、ホラー、こういわゆるホラーが苦手な人でも見られると思います。映画の内容としてはですね、主人公はリサという、女の子で、彼女はですね、同じ日を何度もこう繰り返しているっていうところから始まるんですね。朝起きると、これ昨日も同じだったっていう一日をですね、まあ過ごすわけですよ。だからもう父親が何やってるとか、母親が何してるとか、弟が何してるとか全部わかる。洗濯物がなくなる。で、父親は必ず車の修理をしてる。で、母親が作る料理も、もう朝も昼も夜も全部同じ。で、両親からは、もうリサはもう何度も同じ日を繰り返してるんで、洗濯物がなくなったとか言われても、うん、昨日もだったよみたいなことを言って、もう知ってるよそんなのみたいな態度なわけですね。で、そんな感じだから、両親はちょっと大丈夫かあの子はということで、お前朝からおかしいけど何かあったのかみたいなね、ことを言って、まあ、そこで何度も説明するんですけれども、結局夜寝ると、またその日の朝に戻るから、ずっと理解してもらえないっていう状況が続いている。でもなんでそんなことになってんのか彼女にもわからない。しかしある日ですね、ちょっとそれまでと違うことが起こって、夜ベッドに入った時に、こう部屋の前をですね、誰かが通り過ぎるのが見えるわけですね。で、と思ってそれを追いかける。まあ、途中で怖くなって戻ってきてしまうんですけれども、それからちょっとずつこう、いろいろなことが起こって、それをきっかけに自分の行動を変えていくわけです。そうすると、自分の行動が変わるとさらにまた別の、まあ、要素が出てきてっていうところで、だん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 状況が見えてくる。なんでこういうループしてる状態なのかっていうね。そしてある日、衝撃の事実に気づくわけですね。なんと、自分は死んでいるということに気づく。でも、なんで死んでて、じゃあ家族はどうなったのかとか、そういうのがわからない。で、それを、こう、リサの行動を通して、徐々に全体像が見えてくるっていうような映画ですね。で、別の時間軸をちょっと行き来したりとか、まあどう行き来するかっていうのは映画をまあ見ていただいているというところなんですけど、それちょっと SF っぽいような要素もあったりとかで、なんかね、徐々にこう、いろんなことが分かってきて、これどういうことなんだろうとかって、まあセリフとかも聞きながらね、見ていくと、結構楽しめるんじゃないかなと思います。で、終わり方も、決してこう後味が悪い感じとかではないので、まあその点も安心して見られるかなと思いますね。はい。か
カナダの映画ってはあんまり他に何があるのか知らないんですけれども、これは結構面白いですね。はい。ということで、まあこれは星 3.7 ぐらいかな。はい。ということで、今回の映画はハウンターでした。はい、では今週の朗読です。今週はアドバイスをする人形というお話です。うちには等身大のベビードールがいる。両親が結婚祝いにもらった人形だから、もうすっかりヴィンテージだけど。不思議なことが起こり始めたのは、母が姉を妊娠してから。人形の近くにいると、時々か細い声で、だから、した方がいいよ、という、妊娠中のアドバイスが聞こえるようになった。もちろん、テレビもラジオもつけていない。でも内容は的確。ほとんどが、母の体調が悪くなりかけた時に、対処法を教えてくれていたそう。おかげで、母は二度ほどの流産を免れたそうだ。声は母にしか聞こえず、その母も人形のすぐそばで、しかも、人形に注意を払っていない時しか聞くことはできなかった。母が最後に聞いたのは姉出産の直前。いつものように人形のそばでチクチクと刺繍をしていたら、頑張ってね、と。何よって顔を上げた途端、陣痛が来て。私の時はアドバイスはなかったらしい。人形の声を私も3、4歳の頃2回聞いたことがあるんだけど、なぜか私に対してはシャレにならない内容。その当時は人形の居場所はリビングになっていたんだけど、母とケーキを作っている最中、たまたま母が席を立ったタイミングで、それ美味しいよ。甘いジュースだよ。ってか細い声が聞こえた。テーブルの上のボウルには溶いたばかりのスポンジ生地の原液が、匂いは甘いので、味もきっと甘めに違いないと、ボールから直飲みしようとした瞬間、戻ってきた母に止められました。別の日、クッキーの缶に入っていた尻かげろを眺めていたら、それ美味しいよ、お砂糖だよ。さすがにそれには引っかかりませんでした。人形は今もリビングにいますが、最近一人きりでいると、なんとなく視線を感じる。悪意のある視線じゃなくて、なんかこう、突っ込み待ちをしている視線というか。そういえば最近、両親が老後の趣味とかで家庭菜園を始めた。思わず、食べられる野草と毒草という図鑑を買ってしまいました。あの人形なら、母に毒草を買わせて、私に食べろと囁くくらい、やりかねない気がするので。はい。というお話でした。なんだろう。ものすごい悪意があるとか、そういう感じではなさそうですけど、何なんでしょうね。なんかね。お姉さんに対しては特に何かっていうこともないみたいですし、母親にはなんかそれっぽいアドバイスをしていたのに、なぜこの語り手に対してはこんな態度なのか。まあなんか、ちょっと、おふざけをしている感じなんですかね。ただもし本当に、毒のね、まあ、あれがある、その植物を、何かしらの形で摂取させようとするのであれば、それはちょっとシャレにならないですからね。どこまで本気なのか。まあ、これ毒草じゃんって言ってツッコミを入れてほしいのかって。まあそう考えるとちょっと可愛らしいですけれども。まあだとしてもちょっとやりすぎじゃないかっていうね。目的がよくわからないですね。あんまりうちに欲しくはないかな、こういう人形はな。はい。ということで、今回の朗読はアドバイスをする人形でした。最後お知らせですが、次の日曜日は、長編の執筆作品、
内柴警部が久しぶりに登場しますので、そちらの方も、楽しみに聞いていただければと思います。あとは、来週、1月31日の金曜日は、21時から生放送をやります。ラジオでね。まあ、昨日のは、ゲリラライブだったんで、あれは決まってる、日にちが決まってるわけではなくて、まあ、思いついた時にやるみたいな感じなんですけれども、来週のやつは、まあ、毎月、やってる感じになってるので、今月も同じようにやるということで来週の金曜日にやります。はい。ぐらいかな。あと一応来週の金曜日のそのラジオの時に、桜を見る会の日程はある程度詰めたいなと思っておりますので、はい。まあまだちょっと先ですけどね。はい。ということで、皆さんラジオ第135回目ですね。今回はここまでとなります。ではまた来週よろしくお願いいたします。さよなら。